皆さんこんばんは、スマイルモンキーズマボです。ハルヒです。編集者アールです。今回ねちょっとね急遽、前回ちょっとねあのお遊びで撮った動画があったんですけども、世界地図、ハルヒとアールに書いてもらったらちょっとあまりにもひどかったんで、今回本編動画ということで、二人にお題日本地図。あ、はい。もう世界があんなひどかったから、日本からちょっとやっていこうやないと。世界史変えちゃったね。ちょっとね、そこからやっていきたいと思いますんで、はい、今からノーヒントで。はい。あ、ヒント一つだけあげよう。47都道府県。あ、47ありますんで。終わったな。はい。それを踏まえて、余裕があれば、県庁所在地は、まあ俺もわからんし、あんまわからんし、いいか。それを大体の日本地図を書きながら、書いていってください。では、スタートー !10 秒。え?20秒。ない。じゃあ皆さん、ちょっと多分ね、えらい長くなると思うんで、飛ばしますんで。もうざっくり後ほどお会いしましょう。どうですか。いやもう出てこない。30分、40分やったけど、ちょっと私こんな感じです。どう、自信のほどない。ふわふわ正味。じゃあ何個合ってる。何個、ね、これは北海道。俺も北海道合ってると思う。その下、うん、ね、じゃあ、はい、なんか春日の成績悪かったから、じゃあ R から、はい、R から上から、じゃあ、はい、最終どうなったか、ドーン。なんじゃこりゃ。ちょっと小さく書きすぎてしまったようです。まあでも、はい、説明、はい、まずここ北海道。北海道で、その下、うん、青森。青森、おう。ここ秋田。おう。ここ石川県。おここ宮崎県。おう。ここわかんなくて、押熊県。押熊県、おう。ここ富山県。おう。狭山県。狭山県、おう。ここが山崎県。おう。ここが名古屋県。おう。で、これが、これが、後で言います。名古屋県の、下、愛知県、うん、その隣、栃木県、うん、新潟、うん、で、愛知の隣、埼玉、うん、東京の下、千葉、うん、ここ、岐阜、岐阜、長野、うん、奈良、うん、滋賀、うん、和歌山、うん、大阪、うん、ここ兵庫、うん、京都、うん、降りた、山口県、うん。ここ、広島。ここ佐賀。で、四国。うん。下がなくて、愛媛。うん。と、香川。うん。ほんで、まあ、ここ、あと上がらなくて、九州。うん。ここ、鹿児島。うん。熊本。うん。大分。うん。沖縄。はい。はい。となりました。じゃあ、ハルヒ。俺、あかん。ぐっちゃぐちゃ。ハルヒ。もうくっちゃくちゃ。北海道、新潟、栃木、青森、はい、長野、東京、秋田、埼玉、はい。すごい密集してるね、それ。すごい。でで、愛知、福井まで、まあ大体分かった。はい。その下がここ、岐阜。で、滋賀。おで、三重。お福井。おで、和歌山。お奈良、大阪、京都、兵庫、まあ、岡山、で、その上が、まあ、広島がここか、広島、山口、
で、なんて書いた俺これ。あ、鹿児島。鹿児島が山口の横にあんねんな。で、宮崎、熊本、飛んで沖縄。で、その、淡路島って書いてんのは。あ、もう、ここら辺かな。で、さあ、はい、海なし県って知ってる？海なし県？奈良。うん。奈良。うん、海あるよね。あ、ほんまや。あかんやん、俺。俺ちゃんと真ん中に書いてる。あかんやん。海、奈良。あ、ごめんなさい。奈良、海ないやん。じゃあ、まあまあ、俺の、はい、大体ね。はい。いや、わかりやすい。こんな感じで。はい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 。あ、岩手か。順番は大体こんな感じかなーって。ちょっと、場所、隣り合ってる県がこうじゃないよっていうのは。はいはいはい。厳密に言うとちゃうかもしれんけども。奈良囲まれとるんや。上から、上から北海道、青森、秋田、岩手、宮城、はい、山形、はい、で、地震があった福島ね。はいはいはい、はい。で、その下が茨城、はい、もう木って書いて木やったっけ、城で木やったっけ、忘れた。で、その下が千葉、はい、で、栃木、群馬、で、埼玉、はい、東京、はい、で、山梨、神奈川。うんうんうん、で、長野。上が富山。うん、で、下、静岡。で、岐阜、愛知。石川、福井。滋賀、三重。京都、奈良。鳥取、兵庫。大阪。鳥取か。あ、ここ繋がってあかんねん。ここちょっと、ごめんなさい。ああ、まあで、島根。岡山、広島、山口。で、四国が香川、徳島、高知、愛媛。で、九州が、向こうか、大分、宮崎、鹿児島、熊本、佐賀、長崎。で、沖縄。はいはい。47都道府県。うわぁ、学校行っとくべきやったね、ちゃんと。いや、俺学校行っても無理。これ。うわぁ、俺先生にちょっと。俺でもこれ自信なかったけど。ちょっとこれは、問題発生なんだ。今後もちょっと引き続いて、はい、まず自分らの住んでいる関西、近畿地方すら、はい、隣に何があって、どっちに何があるっていうのが分かってないっていうのがね。で、さっき言うたけども、海なし県、奈良、はい、山梨、群馬、栃木、やったかな？あとどっかあったかな、だけやったかな、てかそういうのもあるんで、そういうのとかね。あ、だから関西覚えれたら次中部、はい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 、ね、中国、はい、四国、九州、関東、はい、東北、はいはい、パーツで覚えていってください。わかりました。パーツで覚えていってください。大人の一般常識として、大体は、あるくんも、春日を見習わないように。はい。間違いだらけ。いらんかもしれんけど、いるかもしれんっていう知識なんで。なるほど。はい。お守り程度。人と話すのにね、どこどこ行ってきてんとか、喋った時にね、やっぱり、ね、あそこ行ったんだったら帰り車にどこどこ寄らへんかったんとかね、そういう話とか、したりとかね。あ、こういったんだ、ついにあ、こういったよかったのに、それどこなんてなるんで。ああ。まあ、社会人として生きていくために、ちょっとね、ある程度は必要なんで、はい、覚えるようにしてください。では、皆さんも、よかったら、身の回りの誰か、怪しいんじゃないかっていう人、テストしてみてください。で、まあまあ、自分が全然やっていう人もね、まあ、改めて地図見て、勉強するなり、ちょっと、ああ、ここなんやったかって思ってみるのもいいかなと思います。では皆さん、また次の動画でーす。さよなら。バイ。